澤部いうレバニラを作る。っていう、ことでね。レバニラレバニラを作るっていう。先週ですかね。レバニラ作ってね。すごいね。まあ、あんま作んないよね。ていうか、レバーを、あんま家で扱わない。扱わないね。危なそうじゃん。確かに。まずその、なぜ作ろうかと思ったかとていうと、ニラ農家さんにこのロケ行きましたね。はいはい。 で、そこにニラが、めちゃくちゃうまくてね。信じられないぐらい。ニラの違いなんかわかんな。俺もわかんないと思ってさ。でもなんか、すごいフレッシュなというかさ、香りが強いみたいな。でよくまあ、そういうロケとかで、あれじゃん、生で食うみたいな。あれじゃん、野菜。絶対最初生で食うみたいな。なんで生で食うんだろうね。あもうバカみたいなんだけど。なんで生で食わされるのあれ。生で食えますよ、つって生で食ってね。いや、食えるかもしんないけど、この、 調理した方がうまいじゃん。なんで最初に生で食わしちゃうのいや、そう。それはよく言うよ、その、うアイバナブとかでね、ロケで生でこう食うんだよ。で、食った後に、いや、もうお美味しいの、確かに。美味しいっつってるけど、農家さんが言う。でも調理した方が美味しいですよって。うん。そりゃそうよ。そうですよね。なんかあれ恒例みたいになってるけど、だから番組が、その、作り出したさ、そう。その、バカな基準で。 ただ食べれるっていうのはやっぱ新鮮じゃないと、いいやつじゃないと食べれないっていうのはなんかあるらしいんだよね、ラインとしては。あ、そうなのそうそう。ニラも。ニラも。しいっていうのはじゃあ違うってことだよね。いやでもうまいんだよ、めちゃくちゃ。うまいうまい。調理した方がうまいでしょ調理した方がうまい。ほらね。絶対に調理した方がうまいけど、こんなに食えるとは思わないというぐらい、食える。 この屋に食えるって。食える、食えます食えるってさ、そのなんか、食える草レベルじゃん。食える草の、何百倍もうまいよ。うえって。そのニラもなんかめちゃくちゃうまくて。まあうまいんだろうな、そうで、なんかこの農家さんにさ、いや、めちゃくちゃうまいですと。美味しいですね、みたいな、すごい言ってたの。した帰り際に、持って帰ってください。あら。 これ2月10日のために言ってたんだろうそのためにたんだろうまあまあまあ、その、それが漏れ出てたんだろうね。たぶん澤部のそれが。いや、うまいですね。ちょっとくださいよ。なるほどね。っていうのが顔から多分漏れ出てたんだうね。テレビでもわかんだよ。いや、そうだね。それも、こっちも出してるからね。わざとね。くれよって。くれよって。やっぱくれてね、優しい農家さんでね。10束ぐらい。いやいや。うわありがとうございます、つって。2だって持つのかね2だでもその言ってたよ。こうなんか、切って。 ねえ、もう冷凍庫。冷凍ジップロックとかに入れて、冷凍庫入れとけば。野菜をそうそう。うん、で、そんなもいつでも出して、もう切ってやるから、そのままもう使えるみたいな。ニラってそんなことできるんだそ、ゃん、そんなことやってない農家さんはちゃんとね。<ー>そう。で、それでレバ、そのレバニラ、ニラもらったんなら、うん、これもうレバニラしかないな。なるほどね。こう、至高のレバニラを作ろう。 お前ができねえだろ。家で。お前ができるわけねえだろ、お前。たどり着いたことない。山岡市郎じゃない。思のレバニラを、俺が。海原ユーザーじゃないんだよ、お前は。俺しかたどり着けない。至高のレバニラを作ろう、つって。で、これちょうどというか、その知り合いのモヒカンのおじさんがね、なんか写真付きで送ってくれてたラインでさ、ここの、どこどこ肉屋の買ったレバーがめちゃくちゃ美味しいって、ちょっと前になんか、 来てたの、そよ情報が。それ、俺が、前住んでた家の近くのなんかお肉屋さんで、そこのレバーがめちゃくちゃ美味しいって言ってて、ここしかないと。で、この間、ボカボカだけだった日があってね、お昼の番組終わって、その後空いてるから、そのままもう、レバー買いに行って、そのレバー。買いに行って。レバー買いって。で、あってさ、レバー。なんかいい、いいレバー。牛のレバー。これ、これじゃあくださいって、店員さんももう、これ下処理なしで、うまいですから、みたいな。 そう、なんか、あるじゃん、いろいろ、氷水つけるとか。レバーってめんどくさいんだよ牛乳につけるとかね。そんなん全くしなくていいですこれもうめちゃくちゃうまいですから、みたいな。おお、ありがとうございます、つって。それ買って。で、家帰って。16時ぐらいだったな。16時帰ったら、誰もいなかった。家に。あれって。習い事かなんかかな。子供の。それでまあみんな行ってんのかな、つって。 ああ、そうか。で、気づいたのがリビングで、こう、ゴロゴロしてたの。もう床で。床でゴロゴロして。でも16時ぐらいだから、まあそろそろ帰ってくるかな、みんなな。あそしたらレバニラ作ろうかな。うん。そしたらそのまま、お昼寝しちゃってね、リビング。うわ。大の字で。やば。そう。うん。なんか、わーって、久しぶりだな、リビング、大の字、お昼寝。一番気持ちいいやつね。まあな。そう。わーって気づいたね、つって。1時間ぐらい経ったね。パッと起きたらもう、夕方5時。ぐらい。 おお五十由。えあれ,あれ、まあ、誰もまだ帰ってきてない。ててないあまだ帰ってきてないかつ、ね、ああええー、どうしようかな。お散歩でも行こうかなって。ああティムの散歩ね。はいはい、ワンちゃんのさ。ああティムの散歩でも行こうつって。<laughs> <え>で、ティム連れて1時間ぐらい。うん、すごいね。ぐるって、ああ公園とか散歩して。お父さんだよ。<laughs> なんかその、たまに言うな、それ。お父さん。俺のこと、お父さん。そんなこと絶対しないんだなって。じゃそれまずなんか、そのなんか、1時間の寝るのもやらないもん、絶対に。ふわーって、ふわーって寝ちゃって、起きて、犬の散歩行って、お父さんで、お前。ぐるーって回って、帰ってきて。帰ってきて、前、ウイスキー飲んじゃって、グラスで。ウイスキー飲んじゃって、ソファーで寝ちゃって <laughs> お父さんじゃんって <laughs>。じゃそれ帰ってきて、6時ぐらい帰ってきても、誰もいないんだよ、まだ。どうしたのあれ、帰ってきてないか、つって、うん。もう、いいか、うん、レバニラ作ろうってああ一人でもレバニラ作ってああ、ちょっとビールとか飲んじゃおう。一人でもパーティーだ。一人でもパーティー、こんなん言ったら、まあ、その、ユートピアっていうかね、ちょっと前に言ってましたけどはい、はい、一人でこんな最高じゃん,うん、うん、レバニラ作って、一人でビール飲んで、レバニラ作っちゃおうっ、つって。で、そのニラ切ってさ、うん。 で、もやしも買っといたか。もやしも、その、スーパーとかで売ってるやつの、いいもやしわわが買ってきてね。もう、上等なやつにちょっと値段高いやつ。思考のレーバニラのためにはね。で、もやしと、ちょっとこう水につけてね。シャキシャキになる。そう、やって。で、そのなんか、ポカポカをさ、昼、テレビで流しながらさ、なんか料理してたの。テレビの流してしがしたやつずっと流れてたの。で、その流れでポカポカ終わって、 その後、昼顔って、ドラマが再放送してたんでね。あの、上戸綾、斎藤匠の不倫のドラマが。そのまま流れてた。で、そんなのちょっとチょロチロ見ながら。で、ニンニク、生姜、油、ちょっと多めの油で、じゃーって炒めてね。で、またチょロチょロテレビみたいな。その斎藤匠、上戸綾で、この不倫が、ちょっとこう、美しく描かれてるというかね、昼顔っていう作品は。ああ、なんかやってんな。 サイドタグミウェッやあ、レバーをもう、入れよう。レバーをまず焼くから。なるほど。レバーのパックこう持ってきて。で、レバーき出してね。よし、焼こう。で、また昼顔をちょろちょろ見て。うん。で、昼顔をちょろちょろ見てたら、すっごい不倫してるな。やっぱそう。まあ、不倫のやつ。不倫のやつだからね。で、そうすると、だんだんこの中、心配になってきちゃって、その。え、不倫してんじゃないの？うちの妻。 こんなに開けることある家。ま、ちょっと遅いね。遅い。子供、でも子供、あれだしな。いや、でも子供別に実家に預けてみたいな。こともやろうと思えば別に。まあね。できるしな、みたいな。で、なんかだんだんドキドキしてきちゃって。子供預けて男なんかどっか。で、その、昼顔。岸ん。吉瀬道子さん。はいはい。ね。出てるね、女優の。岸ん。吉瀬道子さんが、上戸彩のなんか、友達みたいな。はいはい。 岸瀬美みちさんも不倫してんだよ。昼顔の中で。めっちゃしてんね。めっちゃしてんだよ、あれ。で、なんか、岸瀬美みちが上とあをちょっとかすというかなんか。で、二人して不倫にこうなんか溺れてくんだよね、あれね。なるほど、いいよ、なんつって。そうそうそう。ん。で、わーって、うちのこの妻のママ友に、岸瀬美みちさんにすぐ似てる人が。うわー。うわー。れもしてるね。も繋がってる、繋がってるね。もう、不倫の。もう、ね。うん。証拠は全部抑えてる。と言っても過言でない。踏み込んでもいいレベルだよね。そうよ。 あなただって、岸田美智子に似てるじゃないかって。踏み込んで真っ黒。真っ黒。その、なんかそこでまた、二人で不倫とかしてんじゃないか。ああ、やばいやばいやばいつって。もう、不倫浮気の、フラグ、立ちまくり状態。やばいやばい。ああ、でも、ああ、レバー、レバー入れよう。ああ、レバー入れよう。レバー入れよう。レバー早く入れあレバーでもなんか、 ちょっとおっきくないかこれ、レバニラにしては。一応なんか、一切れず切ってあるけど。なるほどね。ちょっとでかくないかみたいな。あ、でもそんな、これ今、なんかわざわざ切って、まな板出して切ってとかやってたら、もうニンニクと生姜が焦げちゃう。ああ、やばいっつって、もうトレーに乗せた状態で包丁で切ってね。そのトレーに入ってる中で。で、なんか無理やりやったから、ぐちょぐちょになっちゃって。でも生姜。これもうええやつってレバーバーって入れて。で、それもう両面ちゃんとレバーだからさ、しっかり焼いて。 で、え、その後、ニラともやし、バーっと投入して。で、そこはやっぱ、至高のレバニラだから。基本のこの、塩胡椒。うで、やっぱり味付けしたい。うーん。べ、もう本当に、シンプルな。で塩で、塩胡椒、バーって、ちょっと味付けして。で、酒と。うん。あと、最後、ちょっと醤油みたいな。はいはいはい。ぐらいのシンプルな。うん。わーってやって。よし、これもういいだろ。これは、なんかめちゃくちゃうまそうだぞ、つって。なんかちっちゃい、ぐちゃぐちゃになってるから、ちっちゃいレバーがさ。うん。 あったから、それ味見だっつって。レバーをパッて食べたら、なんかもう全然、何の味もしんない。なんか、そう。レバーに味付けはできないんだろう。そうなんだよな。なんか下処理、お店の人の下処理しなくていいですよと、昼顔浮気ドキドキで、その、レバーへの下味をつけるのを、完全に忘れてるね。全体つけてもついてないかそう。それで、もう一個なんか、でかめのレバー味見しても、ま、何の味もしない。うん。 あ、やばいやばいやばい、つって。ちゃん気持ち悪いからね。味しないレバーって。やばいやばい、塩、みたいな。うん。しうって。ん。バンバン入れてさ。これで大丈夫だろう、つって。で、お皿に盛り付けて。で、ビール持ってきてね。でん。では、つって飲んで。で、よし、あればいいんだ、つって食べたら、もう。全然なんか、レバー全然味しない。で、もやしとニラ食ったら、めちゃくちゃしょっぱい。結局、レバーとニラ。めちゃくちゃいいの使ってね。作ったのに、なんか全然、 クソレバニラみたいなのができちゃって。そういうことじゃない。最悪最悪。クソレバニラ。あんなになんか時間かけて。いいのをなんか買って。ちゃんとやったのに。変な美味しくなればバニラやばい。で、さらにはなんか、浮気してるかもしれない。なんかどんどんズーンって。一人でなってきちゃって。ビール3本ぐらい飲んで。あ、めっちゃ飲んでる。こいつ、夕方から。353本ぐらい飲んで。マジ ふうーって。八8時ぐらい。ふうーってなっちゃってんだよ。8時ぐらいになって。え帰ってきてないじゃん。帰ってないもうそうなると、もう怖くて連絡できないんだよ。あ。広川の怖さって、もう何やってんのか、もう、ああ、もうだめだなんか、お風呂入って、もう寝よう、みたいな。で、またってお風呂入って。で、一人で UV 熱かってで、そうするともう、だんだん、なんかこうリアルな想像っていうかさ、不倫とかよりも、 えー、なんかもう実家帰っちゃったの、まあ、かなと子供連れて。ねうん、なんかやったかな俺。うん、どっかで、妻の地雷を、うん、みたいな。本当にドキドキしてきちゃって。うん、こお風呂出たら、ちょっと連絡しようかな。うん、電話 <laughs> 一回した方がいいよな、うん、みたいな。やばって思ってたら、うん、ガチャガチャガチャって。うん ドア開いて、玄関のガチャガチャって開いて、娘が、ただいまーって、帰ってきたわ。もう、お風呂バシャンって出て、ちょっと体拭いてくれびしょびしょの状態玄関まで行って、子供たち抱きしめ、お帰りってお帰りって、はーびっくりし、はーびっくりしたって、ねー、みたいな。妻が遅れて入ってあ、今日早かったんだ、みたいな。早いって言ったけどね。 ああ、そうか、忘れてた、つって。なんか、そう、き井いせ子にのママと、ご飯食べ、行ってたって、ああ、まあまあまあ、そう、そう、そうか、みたいな。だからまあ、全然。ちょっと、怖、怖くなっちゃったよ、って。つまり、なんか、いなくな、いなくなっちゃったかと思って、怖くなっちゃったよ、みたいな。いや、そんなわけないじゃん、みたいな。だからなんか、全然、その、丸く収まったんですけど、はい。だから、レバニラ作って、レバーへの、まあ、下味ね。 レバーへの下味と、あとその、昼間に、子供、妻、いない状態で、昼顔を見るのは、危ないっていうのを学びました。この、この日で。まあでも、不倫はしてますからね。してないですよ。ええ、してますよ。飲んでご飯食べて帰った昼顔見てしてますからね。より高めるためにそう。女装として昼顔見て子供も知ってます、それが怖いんでね、それも考えた。相手がいて、もう子供も、 もう中打ちのんじゃこの人のこと言わないとねダイナミックをすけど <laughs> じゃあもう解決していきますありいまハライチの岩井裕樹ですサービューです毎週木曜深夜0時から放送しているハライチのターンアフタートークです,おえすありがとうございましたえっ あれそうなんっけうん。えそう。で、まあ、焼いたレバーは特に食えないね。ああ<ー>。うん。それで、まあ、うん、そうか。かあ,あれでしょよく言うんだよな。小峠さんとさ、うん、よくこう話すんだけど、よく言う、それでさ、うん あそこ、じゃあ、そこの、あそこの、絶対あそこのレバー食ったら、絶対大丈夫だって言う人がいるっつって。そういうことじゃないそういうことよく怒んない。なんあんなバカなこと言うんだよ違うで本当に美味しいやつを食べたことないからなんだよって。っていうよね。あの、お前らが、あの、美味しい、めちゃくちゃうまいと思ってるやつ、俺らにとってみたら、 まずいの、まだましなやつだから。うんだからじゃもうそれが嫌いなんだね、だってね。味が嫌いだったら絶対ダメじゃん。いやまあそう、その通りなんだよな。うん。確かにな。あと俺なんか、思うんだけどさ、なんかこの、ジビエとかさ、この、なんていうの、えイノシシの肉、えぇ、鹿の肉とか、うん。食べた時にさ、いやもうほんと癖なくて美味しいですって言うじゃん。 だったら牛とか食えよと思うよね。そもそも癖ない奴らは。癖を求めて食ってんだから。まあでもそうなんだよね。癖が、癖がうまいんだから。そうそうそう。そうなんだよね。いや、全然なんかすごいですって。全く癖がないです。何がうまいんですそのジビエの。全くじゃダメなんだよね。ほんのりないとやっぱり。いや、てか別に癖がもう臭くていいよ、全然。俺は。 ジビエ好きなの、俺は。でも、癖ないのなんか別にさ、豚と牛食えよっていや確かに。その上でがうまいんだよな。だからレバーとかもさ、なんか全然癖ないよとか言ってもさ、なんか、そんな好きじゃないし、癖ないの何がいいなって思うよね。ええって。だってその、肝臓ってるわけじゃなかったかうん。でも一回、クマだったかな。うん。食べて。くっせってなったね。 熊のなんか熊のそばみたいな食べてさ何熊のそく熊そばどういうこと熊そば熊が熊の肉が入ってる熊が作ったそば臭いの熊の手で作るの手がそもそも臭くて生地に匂い移っちゃってじゃなくて熊熊の熊さんのそば屋さん熊そばじゃなくて熊の肉が乗ってるそばは臭ったっちった 昔なんかあれだよね、うん、あの覚えてないかな、うん、TBS かななんかの番組で芸人ごったにみたいので、うん、なんかまあ何人か1組でチームになって、うん、各テーブルでなんかこう鍋するみたいな何それで何かで勝負して、うん、鍋の食材を取り合うんだよ、うん、でそれでうん あの、いい感じの食材を取ってたんだけど、うん、途中で熊の手入ってきちゃって。うん、<laughs> 熊の手ね。熊の手やばいんだよね。うん、なんか、うん、熊の手そのままなんか鍋に入れられちゃって。もうあの、見た目のまんまみたいな状態でしょ、うん、もうね、うん、食えたもんじゃなかったね。高級<ー>、うん、食材でね、うん。多分そうなんだけど。ね、熊の手。いや、もう、そこら中臭くなっちゃって。うん、もう本当に、あの、 食えた味のものじゃなくなっちゃったな。うん、なるほどね。うん、やっぱ、クマはね、強いらしいね。自分の中でやっぱり。<ー>あれもうまかった、あれはうまかったな、あの、ヤギのこの金玉の。ああ、そんなん食べたの刺身。刺身うん。すごいね。めちゃくちゃうまかったんだよ、なんか。いや、食いて。そのナイトスクープで、うん、自分自身で飼ってるヤギで、ね、うん、すごいなんか動物飼ってる人で、うん で、まあ、お店みたいのもやってて、うん。もう、行ってく、ガメ、でっかいのとか、なんか、いろんな見たことない、リスとか猿とか。で、外に、ヤギがいて、で、その、なんか、こう、すごい、なんか、こう、逆手というか、襲っちゃうんだって、他の、メスのヤギとかを、つって、え、虚勢する。虚勢か。ってなって、うん。勢した、その、たまたまを、 美味しくいただきたい。っていう依頼でああ、はあ。普通に処分するのじゃなくて愛情があるから、これは僕たちが食べなきゃダメだっていう依頼で。で、それを本当にスライスして。ま、なんかいろいろ生で食べるとか、ちょっとボイルしたやつとか。それさ、白子みたいな感じなのそう。の、ちゃんと油が乗ってるみたいな。あ、いいね。なんなんだ、そう。めちゃくちゃうまかったんだよな。 沖縄の人は食うんだって。あ、そう。そうそう。じゃあ、いいんじゃん。高級食材として。でも、沖縄の人も、本当に、ちっちゃい、子供のちっちゃい時に虚勢したやつとか。そ、ね、もう、そのヤギは、そこのヤギはもう、ガンガン大人で、あ<ー>めちゃくちゃパンパンの金玉なわけ。うわそれは多分、さすがに。人間のサイズじゃないんだもん。そうそう。さすがに臭いですよ、みたいな、沖縄の人も言ってたんだけど、<ー>食べたらめちゃくちゃうまかったんだよなん、えーえー、いいね。何で食うのうもう、生姜醤油とか。うん。トゥルーンって。 俺もジビエ何の肉でも食いたいわ。何でもいい。だってタイ行った時も和肉ったしね。鶏肉みたいなだっけ鶏肉と、なんか脂乗った鶏肉と豚肉の間みたいな感じだったね。うまかったのじゃん。うまかった、うん。何でもいいよ、本当に。だかまあ、やっぱ海外の方が多いわ、多いですね。そううん。だから臭くていいね。 本ねそういう祝いはねでもレバーはダメだねレバーは食えないんだよね何なんだろうね嫌な人多いねレバーね頭頭も同じような感じで頭ってどこの部分なんだろうね頭頭頭不気だよね頭どこなんだろう内臓系だよね多分内臓系なのうん初は超好きだよ俺初うまいね初刺身なんて最高だよ俺うまい うん、初はでもうまいねうまいとこの焼いたうん初頭,頭はどこの部分頭こめかみ部分だったえー、そんなところなんだ,、うん、だもそもそしてるじゃん何かもそもそしてるっけ頭、うん、結構俺もそもそしてると思う<ー>ちょっちゃうね初うまいねうんなんかそう もう初く、うわーなんか食いたなってしたなういい人とか焼き <laughs> トン好きだからねー。ああ、そうか。うんいや、でも、本当に、完璧に作れたらめちゃくちゃうまかったんだろうな、レバニラ多分レバニラ。ミスなければ。うん、あなんか、レバニラをさ、うん メインとしてる店もあるぐらいだからねああそうなんレバニラ屋さん定食屋でさ一押しレバニラみたいな感じだそうねここのレバニラめっちゃうまいみたいなちょっと研究してみようかなレバニラレバニラ思考のレバニラ作り簡単にできんじゃないそんなもんあれなんかあんま火通さないパターンあるよねああまああるねそういうのじゃないのそれまあそんなんやそれ美味しいけどささすがにちょっとやっぱ怖いよねそんな自分 お店だったらちゃんとあれなんだろうけどさ、家でそれは難しい。家でそれ系ちょっとむずいよな。そうそうそう。俺一回パエリアの上にカキ乗せてやったんだよ。そしたら、乗せてるから、ちゃんとこの、ソテーしてるわけじゃないから、熱でこうね、あの、蒸気で熱入れてくるようなもんだから蒸してるみたいなん。あんま火取ってなかったらしくて、当たったもんね、完全に。そうか。完全に。完全に当たった。うん それはスーパーでちゃんとこの加熱用のカキ買ってみたいなこと、うんうん、ああじゃあダメか普通に39度ぐらい熱入った牡蠣カキはもう危ないねそう,そういうのカキ、ね、でもねカキ当たったらさもう食べれなくなっちゃうとか言うじゃん、うん、2>, 2回ぐらい当たってっけど、うん、すぐ食べるね <laughs> <laughs> 強るよ。それ強いね。うん。だからダメになっちゃうっていう人多いけどね、本当に。なんか、あんまり経験から学ばないのかもしれない。忘れ物とかも、まあまあまあ、次は忘れないだろうとか、まあ、こないだたまたま忘れただけだからってずっと思ってるパターンだから、牡蠣も。牡蠣も、まあ、まあ、次当たんないだろうって思った。大丈夫だろうって。そう。たまたま当たっただけでって。めっちゃ辛いんだよ。 辛い当たった時、二度と食うかってその時だけは思うんだけど、一日経ったぐらいからもう食べれるね。早い立ち直るスピードすごいね。一人暮らしでカき当たった時、半端じゃない辛い感じ。いや確かにな。そう、もうトイレの前に布団敷いてたからね。うわ、すぐ行けるように。もう本当に動けないしね。ああ、そんなんそれ。 まあだから、この間の俺と、に近い状態だよね。まあ一応えみたいなさ。本当すごいね、それで一人暮らしとか。寂しすぎて。辛いな、やっぱりちょっと。泣いたかんね。泣く泣いたよ。泣くよね。うん。さすがにしんどいね。誰も助けてくんないんだから。うん。うん。で、もうさ、あれなんだよ。家に飲み物とかないからね。いやで、買いにも行けないんだからね。そうだよね。うん。 で、もうさ、作った麦茶とかさいっぱい水飲まなきゃいけないから、うん、飲み尽くしちゃって普通に水道水飲んでるからねうわーや何やってんだこれってなって脱水症状になっちゃうからねそう出してばっかだよねっつってね、うん、1> で1日半ぐらいって治ったからああそうは、うん、やまあそんなもんかなそうそうそう牛丼とか食いちゃってるかじ、ね、その夜そうん たつって早いなそれも立ち直るなが全部このリカバリー能力がそうそういう時はさすがに思うその誰かいてくれればって誰かっていうかまあまあまあそうねお母さんあさすが来れないそんな急にはなんか来てっていうのも恥ずかしいから 嫌なっっっちゃててさーとか言水飲みなさいよとか言われて、うん、ああとか言ってこけへんだよねって言って、うん、もう出ちゃってちょっとあのもうだとりあえず、うん、あの解熱剤飲んでとか言われて、うん、飽きてくんないっぽいこれとって。 い息子の思い届かずうわ来てくれないこれこれ何か来てこしいっていうサインなんだけど来てくれないっぽてああそれは悲しいなっていうふうなことだったよねそういう感じですよねでもまあそうだなうんんかうまいジビエの店ないかね 絶対あるよね。うん。うん、すごいの。ここぞっていうジビエの店の情報あったら送ってもらおうかな。至高 <laughs>、うん、のジビエ料理。そう。そうね。そう。蛇食ったよ。蛇<ビ>確か。 なんかでもスタジオでだけどヘビ、うん、のかば焼きみたいなやつ一回食べておおヘビ俺か食ったことある気がするな、うん、ヘビも別にあれだよねなんか可食部がないよなあんまなああそう、うん、だったかな,なんか別にまあなんか<う>なんつうの肉って感じじゃなかったねだ,あ<ー>、うん、だって皮じゃんあんなもんだってまあほぼね、うん、俺だマムシなんだっけあれ 沖縄とかの何でしたっけハブかハブねハブ食ったなハブどうやって食うのあれか焼きみたいなしたんだからそうか焼きなんだよねうん結局か焼きだからそうそうあのたれで臭みもこう飛ばしながらとかあのなんかさヘビ状のやつは全部か焼きにするんだよまあか焼きになっちゃうんだよね串にあれしてねうんうんそう最初そうだろうなうんそうだな そうそうそう,そう虫は食えないけどね <laughs>、うん、虫も多いからね虫,虫の昆虫食がね虫はダメだねうん <laughs> そうかいうよう,そう、うん、というような今日はないんですか何にもああまだでも募集してますんでユートピアのコーナーはユートピアのコーナーはいユートピアのコーナーとじゃあ自衛のコーナーね シビエのコーナーってなかなか <laughs> コーナーにしちゃうとまたあれですけどねうん、うん、なんだろうほんと珍しいやつ頼むよ、うん、頼むよじゃない <laughs> 頼むよじゃないのよ <laughs>、うん、そうねお腹空すいてきちゃった、はい、帰ろうかなどうしようかなよし 何てだよ帰る,帰るんだよ帰ろうからその「じゃ帰るよお店来てんじゃないんだから」ご飯屋さん来てんじゃん。 なですか珍しいの頼むよって言ってみたり。どうしようかなそろそろ。ま、もうちょ言おうかなっと言おうかな。ご飯屋さん来てんじゃないんだから。もう一杯だけ。じゃじゃじゃいいのもう一杯。じゃじゃもう、店じまい。いいじゃん。店じまい。もう一杯一杯。ダメダメダメラストラストまた来週来てよ。だってラストオーダ聞いてないじゃん。じゃじゃまた来週喋りに来てよ。ラストオーダ聞いてなかったん。みんな、言ってよ、ラストオーダメよ。うちの店員も終電なくなっちゃうから。 会さして、会さして。で、終電、タクシーで出すから。ダメダメダメよ。タクシーで出すから。勘弁していいわ、ちゃん、それは。勘弁してよ、ちょっと帰ってよ、今日は。いやいや、何じゃ。ごめんごめん。誰のおかげでこの店やってきてると思うごめん、それもう一個なし、いいわ、ちゃん。もうやめてよ、それ。俺お金落としてんの。ごめんごめんごめん。毎日来てるの俺ぐらいだっから。ごめん、すいません。それちょっと。頼むよ、ちょっと。ごめんごめん。マスター。すいません、すいません。ちょっとごめんね。今日はもう。ごま俺の顔に免じてごめん。わかったよ。ごめんね。じゃあ、あと一杯だけね。なんだよ、 こんなやり取りいっぱいあんだろうこんなやつにさすがってなきゃ店やっていけないんだからダメなんだよつらいつらいねつらいそういうことこういう人もいっぱいいるんだろうね店の人ってやっぱ怖いのが客選べないからねあれねうんつらいねすごい仕事ねさあ「ハライチのターン毎週も悔しいアレンジが TBS ラジオでやってますんで聞いてください コーディリーで踊る光でした。さあ、先週サーベがレバニラを作った話をしてたじゃないですか。まあ、レバニラっていうか、まあ、至高のレバニラね。そう。貝原ユーザーの言い方だから最高のニラが手に入って、で、いいレバーを買いに行って、つってね。作ろうとしてたんですが、その、なんか再放送で昼顔っていうね、不倫のこのドラマがやってて、それを見てたら、妻のこの不倫が気になっちゃって。はい。なんか。 変な、変なレバニラできない。美味しくなかった下味をつけるの忘れたんだよ、レバーに。そりゃダメ。それだけなんだよ。他は多分完璧だったと思うんだけどね。でもこう、リスナーからするとですね、それ以外にも原因があるというメールが来てます、これね。至高のレバニラ作りを甘く見ている澤部にアドバイスが届いてます。あい。甘くなえラジオネーム、ナクル。え先週、澤部さんが、 レバニラの味付けを失敗した話をしていましたが、失敗した理由が分かりました。うん、知識や手際は関係ありません。澤<え>部さん、えー、2月23日の放送会の収録で来ていた、カッぽ着を着ればよかったんです。<laughs> これで完璧なレバニラが作れるはずです。関係ない。それだよ、ナクル。なあ。語りかけた。関係ない。そう。本当にそうよ。 カッポーギーよカッポーギーカッポーギーカッポーギーカッポーカッポーギーじゃないからあれ別に。カッポーギーじゃんカッポーギーじゃんカッポーギーだからどう見てもカッポーギーの伝説のカッポーギー。いい古着のあれだから。味変わんないから別にカッポーギー来ても。もう分かんない人は、これ見たことない人は、サーベカッポーギーで検索すれば出てきます。すぐ出てくると思います。すぐ出てきますよ。レバーの下味忘れただけだから別に答え出てるから。で、それ忘れちゃった理由は、カッポーギー カッポーギ着てたら、てたら下味なんて忘れない忘れないっすよ、澤部さん。絶対に料理上手だな。うカッポーギ着てきてください。もうカッポーギ着ないんすかあの、どうしてんすかあのカッポーギー。料理の時してんすか料理の時着てない。着 <laughs> ないよ、もう一生 <laughs> あんな言われたら。なんでよ。いつ着れんだよ、あんな言われて。いやいや、そりゃ。なんか料理作る時だよ。カッポーギーなんだから、澤部。違う、あれだからなんていうのかな、フリースというか、 また、なんか独特な素材なんだけどフ。フリースのあったかいカッポギだもんな。フリースのあったかいカッポギなんて伝説のカッポギなわけないだろ。<laughs> 絶対に。<laughs> そんな特殊なカッポギ。冬用のカッポギ。冬用のカッポギなんてない。じゃあ、あれなんかね、あれで料理したら、うん、絶対、なんか醤油とかこぼしたら、うん、絶対落ちない素材なんだよ。すごい吸う。ん。スポンジみたいな素材なんだよ、あれなんか。だからその今までの料理が刻まれていくカッポギってことだろ。うん いろんなシミがこうできてってそうそん。それが伝説のカッポギよ。カッポギよって言われてももう。来ません私は。えもうあれを一生。なんで着れない服がどんどん増えてく。ジャイアンね。オレンジのスウェットのジャイアン。ジャイアンの服着てたもんジャイアンの服。バケモンって言われた。なそう。グリーンのバケモンの服な。で、カッポギかっな。うん。じゃあ、ね。うん。あの、また、そういう服あったら。 て俺はそれ俺は無理で俺からさそれをめがけては、はい、買えないし切れないからね <laughs> ちょっと俺たち人が傷つい顔引きつりながら突っ込んでたろうあとちょっとジビエのなんかわかんないですけどジビエのメールが来ててちょっとジビエのメールジビエのメールが来てるんですよ どういうことわかりません <laughs>。<laughs> 読みますね。ああラジオネーム、ステンレス天候。うん、おすすめジビエの店の紹介です。だって。んなんでなんで, <laughs> <laughs> なんで急に。<あ>おすすめ <laughs> 急に好きな,なんかなね おすすめジビエの店の紹介です。うん、小田急成城学園前駅の一つ横の駅である北見駅から徒歩約3分のところにあるビートイートというお店です。 うん、食べログ100名店2022にも選ばれています。この店のメインのおすすめはジビエカレーなのですが、月の輪マ鍋が最高にうまいです。熊の嫌な獣感はないですが、ジビエ特有の食欲をそそるいい匂いが最高です。この店で熊を喰らえば熊との嫌な思い出も忘れることができますよ。注意点としてジビエのコースは完全予約制なのでそこだけ気をつけてください。良さそうだね。B と E と。 うん、ちょうどいいな、場所も。ビートイート、すごいわ。北見か、行こうかな。ビートイートの点数は食べログ3.87だね。すごい <laughs> 取れないか、い予約なこれはちょっと予約取れないんじゃないですか。さすがに。場所的には行きやすいな、なんかうちは。<ー>だけいやー。小田北見。ビートイートー。うまそうだな、でも。でもカレーになっちゃうと俺なんか別になんだよな。カレーになっちゃうから うんカレーになっちゃうからうんいやうまそうだうまそうだねいいね取れんのかね予約は予約はい月に一度 SNS にてご案内いたしますなんかそういうとこ行ったことないんだよねなんか月とかさあるよねあの半年に一回とかさ全部さ予約取っちゃうのあるよねうん カウンター7席もうそれ無理だろこれ無理だでそのさまあとりあえず押さえといて行けなかったらの人に譲るみたいなさいやそうそれみんなそれやってんだよねグルメの人渡部さんもすげえ言ってたなそれとかであげたら今度はお返しで違う店のそうそう予約をもらったりみたいなそうそうそのやり取りが グルメの間で行われてるから我々みたいなもとには一生来ないその選手 <laughs> そうそうすごいシステムだよ、ねまあ、その人とやり取りしなきゃいけないっていう手間考えたらそこそこうまいもんでいいかもしれないって思うけどねえどういうこと その人とさ、グルメのやつらてさ、やり取りしなきゃいけないんだろう、なんか。その予約をあげたりとか、で、把握したりとか。いう手間考えたら、まあ、すぐいけるそこそこうまいの。方が、結局いいかもな。確かにね。なんか、ね、どっちがいいんだろうな。え最高にうまいものを食えるとしても、 そこまでのストロークとの差し引きマイナスかもなみたいないやーそうねうんちょっとなんかまあ面倒くさいめ面倒くさいねうん、うん、そういう人に連れてってもらうのが一番いいんだよなそうねうんそうおこぼれでうんうんでもそんな人もなかなかいないしなうんね行いかない 社長には連れてってもらうけどねよくね社長渡辺太って今 <laughs> うちのね事務懐中駆除の社長じゃな,くて、ね、じゃないですか懐の社長だそこまでの務所の社長ねうんもう一個来てますよ何がジビエなんで <laughs> 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 埼玉県ラジオネームサイレントの人ってるのん流行ってるんでしょうね多分岩井さん澤部さんこんばんは先週のアフタートークでジビエのお話をされていましたがええ俺らのラジオジビエ <laughs> <laughs> うちのジビエの話うちのうちかな、えー、僕はオーストラリアでカンガルーのお肉を食べたことがあります 食感は砂肝のように歯応えがあり味も癖がなく普通に美味しかったですお二人も機会があればぜひ試してみてくださいカンガルーねカンガルーは食べたことないなああうまいんだろうなねか筋肉すごい癖なさそうじゃなってあんな臭くってるでしょ多分ねそうね確かにだからいいんじゃないのかなうんあああの肉とか言うよねキリンああそううんへえそう キリン食べるとか引き締ああそうそうそう,そう、まあ、海外ではそうかうんこれどうですか GBA の、まあ、コーナーコーナーっていうかあのまあまあまあだからそのなんか送ってきてくれた人がいるみたいなんですけど<で>、はい、まあ別に大丈夫ですよそんな送ってきてくれなくても <laughs> そんな。<laughs> 先週話してたらしいんですけどね。あそうう我々が、ええー。知りたいな、みたいに言ってたか。うん。<laughs> 岩井が言ってた。俺が言ってた。送ってもらえ、送ってきてくれ、頼むぞって言ってました, <laughs> った言ってるんだって。言ってんだ。送ってきてくれ、頼むぞって言ってるらしいぞ。<laughs> そうなんだ。うん。えー、それ、本当に花市のターか。<laughs> それ、 アナザーハライチのターンじゃないか。どういうことどういうこと違うアナザーワールドの。アナザーワールドのうん。アナザーハライチのターンじゃん。アナザーハライチは。アナザーハライチじゃないアナザーハライチ、ジビエとか好きそうだもんなアナザーハライチはよ。アナザーハライチは、グルメぶってな。本当だよなぁ。アナザーハライチのターンの、アフタートークで、そうか。ジビエの話をしてたの。ちょっと気が欲しいけども。そら。 送ってきてる奴らが聞いてたのは、それお前、アナザーハライチが喋ってたやつだよ。<laughs> それ <laughs> <ー>、<laughs> それ間違えって。<ー>そう。表のね、ハライチに。そうだよ。表のハライチ送ってきち,ちゃったらアナザーハライチの方に送んないと。<laughs> 難しいな。アナザーハライチ。<laughs> <え> <laughs> うん。そう。メールアドレス、a h t マッ m アナザーの A? AHT アットマークそうだよ。アナザーハライチですね。GBA の話とかしてんなさ。そうか。どっちも聞いてんのかなステンレス、天候とかは。どっちも聞いてどっちも送ったりしてんのかなそれでごちゃごちゃ。芸能ゴシップの話とかしてんだろアナザーハライチ。アナザーハライチ下品だね。なんだよ、そう。うん。嫌だね。今日は、今週は、 ね、この出待ちのファン食ったとか。うわ、下品。うん。いえ。ザハライチはよ。とかあった、アイドルの話とか。そうそうそう。で、飯。高い店行ったとか。行ったとかいう話。で、ジビエ。今ジビエで。もうジビエはまってんだよ。ああ。やば。そう。あの、ザハライチ。バーレスク東京とか帰ってる。あの、ザハライチ。うん。 ほらかな花沢花ラ花市についていけばいいのかもなそうだよ社長とかじゃなくて花沢花市ならなうんそうだねもうちょっともう終了です終了花ナ花ーとか言いたいちょっともうおしまいでいいですか終わりですか受付メールアドレスは h t c t b s o j p h t c t s o j p ですはい さあ、ね。決して、もう、皆さん、アナザーハライチへのメールは送ってこないでくださいよ。<laughs> 気をつけてください。ね、頼みますよ。はい、絶対こっちに送ってこないでください。アナザーハライチのメールはね。ねうん。っびっくりしちゃいますんでね。こっちに送ってこられたら、うん、間違って読んじゃう可能性ありますから。確かに。うん。お願いしますよ、皆さん。わかんないんでね、こっちも。わかんない、ね、違いがよく、ね。そう。 えー、ハライチのターン毎週木曜深夜0時から TBS ラジオで放送してますんで聞いてください。<music>